皆さんこんにちは。こんにちは。痩せたい女子しかいらない、500名以上の女子たちの心と体の不調と悩みをね救う中医学生のデトックスおかんこと藤野真由美でございます。はい、このチャンネルでは人生で何度もダイエットに失敗してきた、女子たちが最終的にたどり着く場所、生活改善指導、なんと in 北海道北見市でございます。受講生の、今回タコ子さんにリアルなお話を聞いていきたいと思います。ではタコ子さん、簡単に自己紹介お願いできますか。はい、私は北海道北見市丹野町の小川タコ子です。仕事は農家をやっています。年齢は年齢ね、今は49歳で今年50歳なので、その50歳 になる前にオカンと出会って、この自分の体の生活改善をしたいなと思って応募しました。はい、じゃあね、その生活改善指導を受講する前の悩みっていうのを聞いてもいいですか。はい、私は小さい時から腎臓というか とにかくトイレが近くて、それにも悩んでて、やっぱ畑仕事してるとどうしても通うのが大変だったりとかすると、あと便秘もやっぱりすっきりしないのも悩み、あとは、産後太りで40で産んで、その後ずんずんと全然減らず、太ったままだったので、今までの服が着れないと、それがやっぱり悩みでもあったし、であとは父親との関係がうまくいかなくて、やっぱりちょっとイライラが、ストレスが溜まってて、それもちょっと悩みがあっていろいろありました。タコさんの立場上は一応社長なんですけど、ね、父は会長なので、みたいな感じで、立場上ね、やっぱこうね、ギクシャクというか、ぶちゃたちゃしょうがないなって部分ありますよね。はい、この生活改善指導をね、受講して、どういった変化があったかっていうのをお伺いしてもいいですか。はい、トイレに関しては1日の水分量を、いろいろおかんと相談し合って、で決めていったことによって、夜すごい3回も4回も年寄りのように起きてたので、それをなくなるようになってきて、本当にそれは自分の飲む量が決まってよかったなっていうのと、あと炭を飲むようになって、で少しの毒出しができて便が出るようになったのと、後半の方でお父さんとそのもういつもイライラしてますっていう話をおかんにしてて、ちょくちょく LINE も送ってて、何でもいいからこういうことは送んなさいって言ってくれて、それを送って、でそれで朝の朝礼の時に、今日は瞑想しましょうっておかんが言ってた時に、2階で私はその瞑想と受けたんですけど、下からうちは声がみんな大きいので、お父さんの声とお母さんの声が聞こえてる中で瞑想したんですよね。そしたらなんかもうお父さんのことを思いながらこうイライラするな、でもなんか違うな、イライラからなんか違うなが入ってきて、でこう涙してきて、今も泣きそうなんですけど、本当にあの時は自分でもなんか心の中ストーンって自分の我に返れたなっていうところがあって、すごい嬉しかったなっていう、今も覚えてもね泣いちゃうんですけど、本当に嬉しかった。今は本当にそんなに、仕事はぶつかり合うけど、やることはなんか前みたいにこういうことやらなくなったなって自分でもちょっと思ってます。はい、体重はね、もちろん体重も減ったよね。減りましたね。4キロ減りましたんで、体重以上にその心の部分の、デトックスというか、変化っていうのは非常に大きかった期間だったんじゃないのかなと。生活改善指導って調味料チェックするんですよ。オンラインだったら、写真送ってねなんて言うんですけど、なんかその野菜の味を消してしまうようなね、調味料食べてるような調味料ばっかり揃ってて、ですね、味付けがやっぱ自分も料理するので、変わってきて、特にやっぱ女同士の母なんか特に味が変わってきて、この方がお母さん食べやすいとか、姉もお昼一緒に食べるんですけど、姉も気づいて、父はまだちょっとやっぱ醤油派なのでグルテンフリーの醤油も買ったんですけど、こだわりが強いので、そこはもう年取ったお父さんなので、美味しいものだけ届けて、味付けはちょっと薄めにしてほしいなと、今後も気をつけてもらいたいなって思ってるところなんですね。ちなみにこの生活改善指導期間中で食事ってどんな食事食べるように意識してましたか。食事、今回は本当に今まで食べなかった玄米のご飯、あとリンゴをいっぱい食べたのもあるんですけど、あと魚も食べて、あと野菜はなんか
炒めるけどそのごま油ので使って炒めるとか、うん、オリーブオイルを使うとかで味付けは本当シンプルに塩、うん、でその後半でそのグルテンフリーっていう醤油を見つけたので、うん、ちょっとそれ使ってみたんだけど結構味濃いんだなと思って、うん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 、それにちょっと逆にびっくりして、うん、朝昼晩ってどういう食事とってました？朝は食べなかったんですよ、うん、炭油だけ、うん、であとは塩水をペットボトルに持って、うん、お昼まではそれ飲みながら汗もかいたりとかするんで、うん、って言いました。で昼は昼だったら玄米のご飯をおにぎりをおにぎりとか、まあ、お茶碗とかで食べて、あとは野菜必ずサラダと、うん、で大根がおかんが言ってたんで、うん、大根が冬大根いっぱいあったので大根のサラダとか食べて、うん、あと魚を食べてたかなっていうふうに、うん、刺身が言ってたんで刺身も食べさせてもらったりとかして、であとは本当にあのアボカドとかも普通の野菜、うん、いろんな野菜、トマトも好きなのでトマト食べたりとかそういうことをしてましたね、うんうん、考えたしバナナ食べてなかったと思うんですよね。食べてないの、うん、バナナはどうだったんだってちょっと今疑問です。バナナはね南国の果物なので、うん、あの体を冷やすね、性質になるから、まあ、なんでね私はあの冬の時期だったらやっぱりリンゴ積極的に食べようって話するのはやっぱりその体を温めるか冷やすかによって、うん、特にダイエットしたい場合体重落としたいとか自分の、内臓機能を高めたいっていう場合冷やしちゃうとねあの人間は冷えて滞って固まっていく。そうすると動き悪くなりますよね。動き悪くなるってことは代謝も上がらないからもちろん体温も上がらないし、うん、どん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 悪い脂肪だけがついてきちゃうことになるので、うん、まあ、なので当時バナナは食べてくださいと指示を食べてなかったね、うん、ないですね。そう、はい、であとは先ほど言った夜に刺身っていうのもあの消化のいい、ね調理法の中で、まあ、あくまでそう火入れをしていない、火入れが一番短いものっていうのはあの消化がまあ比較的いいのでそうやってお刺身とかをまあ積極的に食べてもらうようなね、形をとってました。でも夜何時までに私ご飯食べてくださいって言いましたっけ？ご飯だったら5時まで、うん、あとは消化のいいものっつってその大根とかこんにゃく、こんにゃく違うですね、りんごとか、うんうんうん、っていうんだけずっと書いてありますで6時7時とかまでは固形物とって、うん、まあ要するに20時夜20時以降っていうのは、まあ、体でいうと要するにエネルギー使う必要がない、まあ、同化っていう同じように化ける同化の時間になるので、まあ、それ以降のね固形物はあんまり取らなくていいですよなっていう話をね、してって感じでしたか ね。でもオンラインでも、うん、なぜ私の元でこの生活書を受講したいと思えたんですか？いやなんか足半から始まって、うん、あでなんかこの足指からなんかパワーをもらえるのとあとオカのパワーを そのインスタを見てなんかこの人と出会いたいっていうのがやっぱなんかピピッと来たね、本当に、で生活改善というのがあるんだと思って2月なら自分のスケジュール的に動けるなと思ってで応募しました。そうだからその前にもう一個ダメ大事な出会いがあった。あの私は9月に北海道の元生活指導のめいちゃんの、はい、ボディメイクのねコンテスト大会があってそれの一応私なんだそう審査員の審査委員長として行ったんですよ。その時に私高子さんからインスタの DM もらったんだDM もらって北海道北見市でって話があってで玉ねぎやってるって言ってたのね、はい、で私が、うん、野菜やって農家さんいるんだと思って北海道に地のもの欲しいなと思って玉ねぎ欲しいですって話したんだよね、うん、はい、しました。そっからだわ。嬉しかったです。そう9月に要するにこうやってコンタクトがあってでそこから玉ねぎ送ってもらったんですよ私ね、はい、そう箱で玉ねぎいただいちゃってどうしようと思ったのよそうなんで私のリールのねあの動画にあの北海道北道の高子さんの玉ねぎみたいな感じでやってるリールもあるんですけどそう玉ねぎいただいてあとそれでメッセージカードいただいたんですよハートの。私今でも取っといたんですけどみんな見てくれるけどそうだから9、10、11、12、1、2約半年の、ね、期間を経て、うんね、生活証拠で頼ってくれたって本当にもう感謝感謝でしかない、うん、その間ずっとあのインスタ見ててリリリ見たんで楽しかったです、うん、いろんな方にも出会えたんで。そうだからタココさんのこの玉ねぎとかチコリをきっかけにたくさんの女子たちがやっぱ自炊をするようになりお野菜の美味しさとか本物の味を知ってくれるきっかけになったのはまさにでもタココさんの存在でかい。いい
でもこうして SNS っていう本当インターネット上をこう介して、こうなんだろう、一生涯で付き合える人とこう出会えるって本当にすごいことだなっていうか、うん、もう私はとにかく見つけてくれたことに感謝しかなくて、いえこちらこそ、あの発信してくれてありがとうございました。本当に本当に感謝感謝しかない、うん、もうこの感謝感謝で京都にもちゃんがよくやつねとか言って、まあ、まあそんなこんなでね、あの高子さんとのこの対談っていうのはね、あの本当に密度濃く、もう皆さんに本当、まあ、ちなみに高子さんがもうね50手前になるってことなんですけど、あの生活家電子だと本当に一番若い方は、まあ、17歳からね、本当にびっくりしたけど17歳から上は本当60代まで幅広い、ね、女性たちの、悩みをね、悩みと不調を改善するようなプログラムになってますけれども、ね、あの自分自身本気で人生を変えたいとかね、あと今、思い悩んでることをちょっとでもね、あの改善したいとか、そういった方のための生活改善指導となっておりますので、こうしてね、タコさんのようにちょっと実はね体重戻っちゃったんだけどでも戻ったっていいのよ、あの自分のその時に結局戻った要因にまた気づいて戻ればいい話だから、はい、うん、いうような生活改善指導やってますので、皆さんもぜひあの概要欄チェックして、ぜひあのいろんな情報見てみてください。ということで、タコさん本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。